皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回は B レジェンドジムからお送りしておりますけども、懸垂のやり方解説していきたいと思います。自重でできるトレーニングなんですが、非常に負荷が高くて、特に男性の、ね、方で背中の筋肉つけていきたいという方にはぜひともやっていただきたい、できるようになっていただきたい種目ですので、やり方を解説していきたいと思います。で、鍛えられる筋肉としては、背中の広背筋と僧帽筋、あとは補助的に上腕二頭筋、腕の、ね、力こぶの筋肉ですね。こういったところを鍛えることができます。で、やり方としては、だいたい手幅は自分の肩幅よりも、拳1つ分外のところを持ってもらって、でぶら下がったら足は後ろで組んでもらうのがやりやすいと思います。ここからもうシンプルにですね、ぐっと引き上げて、だいたい顎がバーの上に出るぐらいまで引いて下ろしてくると、引いて下ろしてくるという感じでやっていくことになります。この懸垂なんですけども、今素手でやりましたけども、素手でやるとかなりね、握力がしんどくなってきて、先にですね、手が疲れてきてしまってできなくなってしまうっていう方が結構いらっしゃるので、そういう時にですね、パワーグリップというトレーニング器具を使っていただくと、より効率よく背中を追い込むことができます。こういうトレーニング器具なんですけども、まあ、数千円で買えるものなので、ぜひね、使っていただければなと思いますが、こういう感じで手につけていただいて、ぐるっとバーに巻きつけていただくと、手の力を使わずに背中の力でしっかり懸垂をやることができます。で、懸垂の注意点なんですが、まずはしっかり肩を下げるという意識を持つことですね。で、ぐーっとこう下に下ろしたところだと肩が上がっているんですけど、そのままぐーっと引いてきてしまうと背中の筋肉使えません。腕の筋肉ばかり使うことになってしまうので、しっかり肩を落として、引く、肩を落として引くという意識を持つようにしてください。そして、2つ目は、疲れてくると体をね、ぐっと丸めてしまう、体が丸まってしまう方いらっしゃるので、胸を張って胸から上がっていく意識で、懸垂を行うようにしてください。そしてこの懸垂なんですけども、自重でできるトレーニングではあるんですが、非常に負荷が高いトレーニングです。なかなか男性の方でも綺麗なフォームで何回もできないっていう方いらっしゃると思うんで、そういう方の場合はこういうトレーニング用のチューブを使っていただくと、これでね、補助してくれるんでやりやすくなります。今ちょっとね、長さの都合上チューブ2本使ってますけども、まあ、こういう感じでチューブをかけていただいて、でこう足で踏んでいただくと、このチューブで補助してくれてやりやすくなります。そしてこの他にチューブを使わずに懸垂で追い込む方法として、ネガティブレップというものがありまして、簡単に言うと下ろすところだけやるという方法です。最初上がるところはぴょんと飛び乗って上がってもらって、下ろすところだけゆっくり下ろす、飛び乗ってゆっくり下ろすという形で、下ろすところだけでも綺麗なもんでやっていただくと、懸垂に必要な筋力も鍛えられますし、広背筋も大きくできますので、ちょっと懸垂ね、綺麗なフォームで何回もできないという方は、こういうやり方も検討していただければと思います。はい、今回はですね、懸垂のやり方解説させていただきました。他にもですね、知りたい種目あればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。